学校歴とは、幼稚園から大学に至るまでの学校で作成される、各学校ごとの年間の予定カレンダーのことである。内容としては、一般的に、学校行事、学校の祝祭日、長期休暇などを網羅する。学校歴には、児童、生徒、学生に関わるものだけでなく、教職員、学校運営に関わるものも記載される。例えば、着任式。 離任式教員会議、運営会議、入学試験、保護者会など。これらのうち、児童、生徒、学生や保護者に関わるものだけを抜き出して、保護者用の学校歴として、配布、公開している。日本の高等学校、中学校、小学校では、その期間として4月から翌年3月末までを。 一つの年度と設定し、さらに年度を三つの楽器に分割する三楽器制が広く行われてきた。これは、1901年の小学校令試行規則、1902年の中学校令試行規則などにより定められたものであり、それ以前は、欧米同様に9月開始の年度が多かったという。また、2000年代に入ってからは、大学等で行われている二学期制を導入する。 学校も増えてきている。英語では、スクールカレンダー、あるいはスクールイヤーカレンダーと表記する。個々の学校のほか監督官庁などでも作成するが、その場合は、登校日日数、授業時間数などの数字が主要なものとなり、個々の学校が作成する場合には、スクールディストリクトカレンダーなどと表記して、監督官庁のものと区別する。ありがとうございます。